平瀬海類博物館、平瀬与一郎大正14年5月25日は、日本の民間の海類研究家、海類収集家、博物家、標本賞。それまで欧米の研究者によっていた、日本の海類学に手をつけた、最初の日本人の一人で、日本海類学史における最重要人物の一人。明治、大正期に、 精力的に研究活動を行ったが、生来病気がちであったことや、大学などの研究機関に所属せずすべての活動を、資材を投じていっていたこともあり、ついには、財力、体力とも使い果たして力尽きた。日本三海類の全貌究明を夢見ながら、戸半ばにして倒れた。彼が残したのは、貴重な標本類と、ひぐれて道通し、の言葉とであった。 日本産海類の基礎的な知識の多くの部分が、明治後期大正初期にかけての彼の活動によって、築かれ、間接的には1928年に創立され、現在に至る日本海類学会の源流をも、作ったとも言える。彼の名を記念して、平瀬や平瀬穴と名付けられている海類も数多く、日本での海類学発展への寄与貢献は、計り知れないものがある。 京都の上京区の自宅を平瀬助館と称して研究拠点とし、1907年からは日本初の海類研究専門誌である海類雑誌を発行して海類学の啓蒙普及を図るとともに、その他の書籍の出版や雑誌への投稿、標本の販売なども行った。また、大正2年には平瀬海類博物館を 左京区をかざきに開館し、皇太子時代の昭和天皇の訪問を受けるとともに、後に海類研究の功績により、指示法賞を受賞した。号は、スケド。名前は、旧字体で、与一郎と表記するのが当時としては正式だが、平瀬自身は、手書きの際に略字としての与一郎もしばしば用いており、 戦後の文献でも新自体としての与一郎で表記されることが多い。スケカンの助手として雇い入れた黒田徳舞は彼の下で英語や海類学などを学び、後に日本を代表する海類学者となって海類学会の会長も務めた。長男、平瀬慎太郎も海類学者で、本邦発の本格的海類図鑑である原色日本海類図鑑を表した。 1859年、淡路国三原郡福良浦の庄屋の平瀬屋第18代当主であった、父、森和と母、縫との間に長男として生まれた。兄弟は他に、弟、春次と姉妹が3人いたが、そのうち次女は養成している。1881年に、同じ淡路国の名族合衆屋出身の歌手安と、結婚。 英国人による淡路島旅行記、淡島遊ぶ記を出版。1885年に、第2代、福良郵便局長に就任。1887年に、一家で、京都に移住し、当初は、平瀬商店や平瀬主金園の名で、種苗や家畜、薩摩焼きなどを扱ったり、水晶などの鉱物の海外への販売。 月刊の養鶏雑誌、京都課金新報の発行などを行った。一方、これらの家業とは別に、京都移住後ほどなくして、京都博物会の会員となり、後には推薦されて、同会幹事になるとともに、アメリカ人宣教師として来日指導支社で、博物学の教授をしていたマーシャル・ゲインズや、やはり宣教師で、海類研究家のジョン・ギューリックらと知り合って、 海類研究に興味を持つようになる。当時の日本産海類の研究は、いずれもドイツ人のドゥンケル、シー・イーリシケ、コベルトラの報告があったものの、欧米からは大幅に立ち遅れていた。行業や、本草学の分野で、すでに和名があった貝は多かったが、学名による分類と称号など、日本人の手による、本格的な海類研究がほとんどなかった。 回収派のクリスチャンでもあった平瀬は、もともと人は何かしらの役割を持って、この世に生を授かったのだとの信念を持っていたが、当時の状況を見て、日本の海類研究こそが我が生涯の使命と思い至る。海類研究を始めたのは38歳1897年前後頃からで、あったが、以後は資材を投げ打ち、非常な情熱を持って、 海類の収集と研究に没頭するようになった。しかし元来体が丈夫でなかったことから自ら採集に出かけることは少なかったらしく、日本各地の有志に協力を求めたり、専門の採集人を雇うなどして、全国の海類を収集することに力を注いだ。協力者の一部は、以前に発行していた、養鶏雑誌の購読者などで、当初は、平瀬商店や、 京都平瀬の名前で協力者の募集などをしていたが、やがて研究拠点としての上京区浜り御門前の自宅を平瀬助官と称するようになった。また、日本国内に協力者を求める一方、アメリカのヘンリー・ピルスブリーやイギリスの H.C. フルトン他の欧米の研究者とも親交を持ち、全国から集められた海類は彼らを通して、主に海外の学術雑誌で報告された。 分けても、米国のピルスブリー博士によるところは大きく、二人の連名で新種記載された海類も非常に多い。こうして集まった海類は日本産で3000種以上、海外産4500種以上に達し、多くの新種が報告された。1907年に海類学の普及と日本産海類全種の図説を目指した海類学専門の月刊誌、 海類雑誌を慈悲で創刊した。1909年には海類学入門書の海類手引き層も出版したが、この年に海類雑誌は財政上の問題から休刊、海類手引き層も間もなく絶版となった。これはもう一つの大きな目標であった、海類博物館の設立に資金を集中するためであった。 収集した日本産海類標本も研究活動の資金とするために国内外に熱心に販売され、海外向けの英語の価格表を米国の海類雑誌ザノーチラスに付録として付けてもらったり、日本国内向けにも販売カタログである日本1海目録を発行したりした。1913年、資材を投じて念願の平瀬海類博物館を 京都市左京区を岡崎に開館した。幾多の資金面の苦難を乗り越えての夢の実現であった。以後はここを拠点としてさらに、貝殻断面山貝畜草、普通貝類のしおり、平瀬貝類博物館案内、日本古貝類学、平瀬貝類博物館邪神帳、日本産竹の古貝類図説などを発行した。このうち、 海畜草は大正4年1915年に第2巻と第3巻の2冊、1922年に第4巻が追加され計4冊、各冊に100種ずつの絵図がついていた。また、日本古海類学は休刊した海類雑誌の復刊で、平瀬は雑誌の連載によりまとまった参考書とする計画だった。しかし、 日本古海類学は1号のみで皇族が出ず、ついに1919 19年には平瀬海類、博物館も観覧者数の減少と、資金難から閉館してしまった。この研究を通じ、平瀬と関わった、海類関係の人物は数多く、平瀬助館内で平瀬を助けた職員としては、黒田徳兵衛、同志社教授の加藤信都森崎修吉、中田治兵衛、 地方の協力者、賛同者としては、沖創造、大上宇一、大滝五百太市、金丸田島、吉良哲脇、鳥羽玄造、ヤクラワサブロほか多数の人々があり、それらの人々も海類の学名や和名に名を残している。また平瀬が没した3年後に、日本海類学会が創立されたが、その発起人の大部分も、平瀬と何らかの関わりのある人々で、 ヒラセの研究活動を礎として、日本の海類学の裾野が広がっていった。九百二十五年、死去。海類の学名や和名には、ヒラセの功績を称えた、県名がなされているものも多く、一部は昆虫などにも、県名されている。下記は、その一部である。ヒラセだけではなく、海道地ぐさには、与一郎の豪である、スケドが用いられているが、これは、 長男の慎太郎が平瀬という学名の本種に和名をつける際、自らも平瀬であることから父を指す号を用いたのだろうと言われている。ただし、与一郎を用いた和名はない。ありがとうございます。